ちょっと僕書いてみますね。説明しますね。まず三髄のもう少し膨らみが欲しいかなと。これがちょっと下に来てるだけなんで、まあこうこっちに、うん、でこう、ただここになんかへっこんだ部分ができますよね。でそこにしっかりとこの真ん中にまたぐようにこう、うん、でまあこうですね。でまあ真ん中に堂々と持ってきました。で最後の突きはやっぱりかっこよく決めたいですよね。ついてスッと、ちょっと窮屈になりましたけど、ここからはい、いきますよ。ぐっといって、うん、で、まあ、僕は短く書きますこうね、ずっとね、ちょっと開ける感じで書くんですけど、ちょっと大きかったかもしれないですけど、太ったかもしれないですけど、まあ、バランス的にはこういう三髄のこの膨らみが欲しいですよね、ここが。でやっぱり最後突きはね、そうこうちょっと上がりたいですよね。ですからちょっと低い位置からスタートしてもいいかもしれないですね、スタートは、うん、そうするとこれをね、これが高いから高いから、なんかこれがもう水平になるしかないんですよね、うん、でちょっと低い位置から書いてこう上がると、なんとなくこうなんか躍動感が出ますよね。そうですよね、ここやっぱここの1画目2画目、そうですね、ちょっとあまり水平すぎると湖なんですよね、皇室でもよく書きましたね、確かね、これ書きましたね、よく出てましたもんね、過去に。